赤道ギニア、赤道ギニア共和国、赤道ギニア共和国、通称赤道ギニアは、ギニア湾に浮かぶビオコ島、アンノボン島、および大陸部のリオムニ、ムビニ、と、エロベーグランデ島およびエロベチコ島を合わせた、エロベー諸島からなる共和制国家。ムビニは、北にカメルーン、南と東に、ガボンに隣接する。首都はマラボ。 高温多湿の熱帯性気候。首都であるマラボは、ビオコ島にある。大陸部分に、海外領土でない領土を持ち、首都が島にある国は、赤道ギニアとデンマークのみである。海外領土も含める場合は他に、チブルタルを領有するイギリスがある。ポルトガル語公用語はアフリカ諸国及びフランコフォニー、国際機関に加盟している。正式名称はスペイン語で、 ラプーブリーカデギニアエキトリエル、レプブリカデギニアエクアトリアル、フランス語で、レイプーブレイクデギニーエキトリエル、レプブリークドギエクアトリアル、ポルトガル語で、ラプーブリーカディエー、ギネイキトリエル、レプブリカダギネエエクアトリアル。公式の英語表記は、リパブリックオブエキトリエルギニア、リパブリックオブエクアトリアルギニー。日本語表記は、正式名称赤道ギニア共和国。 通称赤道ギニア。赤道上に領土を持たないが、西アフリカのギニアと区別し、かつ首都マラボがあるビューコ島がギニア湾に浮かぶことから赤道に近いニアとして名付けられた。15世紀後半にポルトガル人がビューコ島に上陸、ポルトガル領とされたが、1778年にポルトガルはブラジルの領有権を認めてもらうことと引き換えに、 大陸部のムビニとビオコ島をスペインに割上。その後イギリスが咀嚼した。以降奴隷貿易の中継地となった。1900年頃、ブビ,ビ族の抵抗にもかかわらず、ビオコ島、ムビ,ビニはとなった。1958年、スペインの海外州となり、住民は本国と同等の市民権を得て、1964年には自治政府を樹立した。国民投票によって、 赤道ギニア共和国として独立し、1968年10月12日、フランシスコ・マシア・スンゲマ以下、フランシスコが初代大統領に就任した。ソ連権と緊密な関係を維持。フランシスコは1970年に自身の与党労働者国民統一党以外の政党活動を禁止し、1972年には終身大統領を宣言。 1973年大統領への絶対権力の集中を定めた憲法を再独裁体制を固めた。1979年8月、フランシスコの老いのテオドロ・オビアン・ゲマ、以下、ゲマがクーデター、フランシスコを処刑して大統領に就任、軍事政権を敷いた。1982年に民政移管などを定めた新憲法を採択したが、クーデター未遂が、 たびたび発生。1987年、ゲマの一党独裁の政権党として、赤道ギニア民主党、イカプッチ結成。1989年、ゲマが参戦。民主化を要求する、スペイン、フランス、米国の圧力を受け1991年11月、複数政党制を認めた、新憲法が国民投票で承認されたが、大統領の面積規定などに、 野党勢力は反発。1993年の総選挙は、野党の大半がボイコットする中、プーチが大象。1996年2月の大統領選も、野党はボイコットし、ゲマが、得票率99%で4選。1997年6月、政府は、災害野党赤道ギにや進歩党党首のに、武器密輸容疑をかけ、 進歩党の政治活動を禁止。元ヌサは、スペインに亡命。裁判所は8月、国家反逆罪で元ヌサに、懲役101年の判決。1999年3月の総選挙でプッチが、80議席中75議席を獲得。残り4議席を、人民同盟、1議席を社会民主連合が獲得。11月に、赤道ギニア進歩党。 プジアなど6つの反政府野党が民主化促進を掲げ、野党連合である民主野党戦線を結成。2002年12月の大統領選で野党4候補がボイコットし、ゲマが得票率97.1%で合戦。2004年3月にイギリス陸軍特殊空挺部隊にかつて属していたサイモンマンが死亡し、ゲマを追放して元ヌサを大統領へ据える。 クーデター計画が発覚したが、傭兵部隊と共に、マンが、ジンバブエで、逮捕されて、計画は未遂に終わった。マンは、赤道ギニア移送され、裁判で、金庫三十四年の刑を受けたが、二千八年に、御社で釈放された。ムゲマは、旧創四国のスペインが関与したとして、国際連合総会でスペインを激しく批判した。また、イギリスもと、 首相マーガレット・サッチャーの息子であるが関与したとして、ケープタウンで逮捕された後に司法取引で釈放。赤道ギニアは共和制、大統領制を採用する立憲国家である。国家元首である大統領は国民による直接選挙で選出され、任期は7年と長く、また再選制限はない。大統領は強大な権力を憲法により保障されている。 内閣に相当する閣僚を評議会のメンバーを任命、罷免し、法令制定権、議会の解散権、軍の統帥権や条約の調印権などを持つ。閣僚評議会は首相、数名の副首相、及び閣僚で構成されるが、実際の行政権は大統領が行使し、閣僚評議会はその執行期間に過ぎない。よってその権力は極めて小さく、 大統領の補佐機関であると言える。また、政府の一機関として、国家評議会が置かれている。これは、大統領が死亡、もしくは職務続行不可能な状況に陥った場合、その職務を一時的に代行することを主目的とした機関である。国家評議会議員は、大統領、首相、国防省、人民代表員、公実議長及び、社会経済評議会、社会、 経済問題に関する大統領の諮問機関議長で構成される。議会は一員制の人民代表員、スペイン語で、コマラでレプリゼントンツデルプエブロで、定数は元来80であったが、2004年より100議席に増えた。議員は、任期5年で、政党名簿比例代表制度に基づき、国民の直接選挙により選出される。主要政党には、 赤道ギニア民主党、プッチがある。プッチは、旧独裁政党で、現行憲法により、複数政党制が承認されてからも、議会内で、圧倒的多数を占める支配政党である。野党は存在するが、いずれもプッチにより活動が著しく制限されており、最大野党の赤道ギニア進歩党に至っては、活動禁止状態となっている。国内で現在活動する、最大野党は、 社会民主連合。陸軍、海軍、航空団からなり、志願制で、総兵力1320人の国軍がある。これらとは別に、モロッコ軍から派遣された350人からなる、大統領警護隊が存在している。赤道ギニアは7県に分けられている。内は、県庁所在地。大陸部の4県、中南部県、キエンテム県、リトラル県、 ベレンザス県を総称して、リオムニと呼ぶ。主要な都市は、マラボ、首都、バタがある。ギニア湾のビオコ島と大陸のリオムニ、そして、アンノボン島など、周囲の島々からなる。カメルーンの西 56km、リオムニの北西、約 259km に位置するビオコ島は、火山島で最高地点は、標高 3008m のマラボ山である。 七十年代まではフェルナンドポーと呼ばれた。南部海岸はゴツゴツしているが、北部は標高も低く近づきやすい。マラボとルバという両港があり、その間にはいくつかの美しい浜がある。アンノボン島も火山島でビヨコ島の南西六六百八十キロメートルに位置する。千四百七十二年元日に発見された。海岸は急で、 小さな湖がある。推定2500人の住民の多くは、伝統的なカツオ漁やクジラ漁に従事している。リオムニは北をカメルーン、東と南をガボン、西をギニア湾、大西洋に接している。標高の低い丘陵が多く、リオベニト川、ムビニ川を除いて、大陸大地である。最高地点でも、隣国ガボンに続く、シエラクリスタル山脈にある、ミトラ山、 1200メートル。標高の低い丘陵が多いが、未開の熱帯雨林が続く。海岸は、マングローブの森である。ビオコ島の気候は、赤道直下の熱帯性気候の多湿タ温ンで、年間降水量も多い。リオムには、ビオコ島より、気温、湿度とも低い。赤道ギニアの総面積28,051キロメートルの、うち、ビオコ島。 2 0 1 7トルと、アンノボン島、1 7トルの総面積は2 0 3 4トルで、ある。リオムに、2 6 0 0 3トルの近くにコリスコ島、エロベーグランデ島とエロベーチコ島からなる、エロベー諸島、1 7トルがある。なおコリスコ島については領有権の争いがある。その他にも領有権の争いがある島があるものと、見られる。 ビオコ島、リオムニとも典型的な熱帯性気候で一年を通して高温タウで曇りがちである。標高と海からの距離により少し異なる。リオムニの雨季は2月から6月と9月から12月で、内陸より海岸部で雨が多い。バタでの年間雨量は2400ミ、mm、リメートル、カラトラバでは4000ミ、mm、リメートルに達することがある。 内陸の見込め線具では1300ミ、mm、リメートルである。ビオコ島より気温は低く、湿度が大きい。ビオコ島の寒気は11月から3月である。年間平均気温は25度、気温変化は少ない。1日では午後30度になり、夜21度まで下がる。空は1日中どんよりしている。南部で特に雨が多く、サンアントニアでウレカではモンスーンにより、 年間1万1000ミリメートルの雨がもたらされることがある。伝統的にカカオとコーヒーのプランテーションの国だったが、1992年のビオコ島沖原油生産以来、主産業は農林水産業から高工業生産に依存するようになり、2017年には石油輸出国機構 OPEC に加盟した。油田の創業以来経済成長が著しく、 CIA ワールドファクトブックによれば2016年の一人当たり GDP、PPP が推計で 38,600US ドルに達し、アフリカ大陸では最も高く先進国並みの水準となっている。しかし2008年の世界平和度指数に基づく時に係数は65%となっており、所得格差は世界最低水準となっている。住民は ほとんどがバントゥー系で一番多いのは大陸リオムニのファン人で80%。バントゥー系のブビ人は15%で2番目に多く、ビオコ島に住む。ビオコ島の住民のほとんどはブビ人だが他に少数だがフェルナンディノと呼ばれるクレオール、ムラートやヨーロッパ人もいる。バントゥー系にはガイル、イボ系にはガイル。長くスペインの植民地であったため、 言語は、アフリカ大陸で唯一スペイン語を公用語としている。また、第二公用語としてフランス語も導入している。現地語である、ファン語やは、主要言語である。また、ポルトガル語諸国共同体にも、オブザーバーとして参加し、ポルトガル語も、第三公用語としている。スペイン語話者が44万7千人、ポルトガル語話者が52万3千4 0人という、 データがあり、国民の大部分がスペイン語とポルトガル語を同時に話しているという計算になるが、実際にはスペイン語とポルトガル語、さらには現地語の影響を受けたクレオール言語、文法、語彙などの面でスペイン語よりを話している。現地語にはブジェバ語、バセケ語、ベッティ語がある。宗教は大部分がキリスト教でローマカトリックが最も多い。 2000年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は87%、男性93.4%、女性80.5%である。赤道ギニアには大学が一つある。赤道ギニア国立大学、運芸がそれであり、マラボにキャンパスがバタニ医学部が存在する。バタの医学部はキューバの主要な援助を受けており、同国政府は センターの教授、医師を提供している。スペインの国立遠隔教育大学も、マラボとバタに支部を置いている。ポピュラー音楽においては、スペインで活躍したビオコ島出身のブビ系の女性、デュオイハスデルソルが特筆される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。